こんにちは、プチプラ研究部の日向です。こんにちは、小春です。今回はユニクロの10月1日の期間限定セール情報を紹介します。それでは行きましょう。今週の注目はジャケット類です。初めてセール価格になったアイテムがいくつかあります。骨格診断をアイテムごとに載せました。動画の最後の方には骨格別、パーソナルカラー別のコーデアイデアもあります。レディースアイテムをランキング形式で紹介します。まず第7位はコーデュロイジャケット、お値段は2990円。はい、ともともさんからおすすめサイズよりワンサイズ小さいものを買いました。はい、コロスケさんから朝出勤時肌寒い時にさっと羽織れて、カバンの中に無造作に入れててもシワになりにくく、それでいておしゃれに使えます。身幅は大きめです。はい、ララルラさんから163、痩せ型メンズ着用時の身幅は大きめです。肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベハルさんはヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。ブルで夏さんも大丈夫、ブルで冬のカラーを見て明るめのカラーを選べば良いです。はい、第6位がウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズ、ダメージ丈標準 70cm、 価格は2990円。縦糸のストレッチ糸を調整し、ウルトラストレッチジーンズ史上最高の伸縮性を達成。東京都の女性からストレッチが効いている。腰位置高めのハイライズから膝、足首まで綺麗にフィットする足長効果の期待できるテーパードシルエットにアップデート。バックポケットのサイズと位置を調節し、バックスタイルが一番綺麗に見える設計に。山口県の女性から、子供用のダメージジーンズはなかなか売ってない。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れた、シンプルコーデの色の組み合わせです。ブルで、夏さんは、コットンロングシャツテールTのカラーで、モテオーラが引き出せます。詳細はこちら。第5位が A4 リラックスブラウス長袖1290円、1枚で抜け感も演出するスキッパーブラウス。石川県の女性からさらっとしていて着やすい、袖口や後ろ襟ぐりに入れたギャザーディテールが美しいデザイン。さやぴょんさんから 158cm、 51kg でホワイト M サイズを購入しました。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。はい、ひよっぴーさんからフィット感もあり早速着ています。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベハルさんはウルトラストレッチアクティブジョガーパンツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。第4位はレイヤーストライプリラックスブラウス長袖、お値段は1290円、1枚で抜け感も演出するスキッパーブラウス。木の助さんからジャケット合わせだと女性らしさがプラスされ、フレアジーンズとも相性良かったです。毎シーズン作ってほしいです。袖口や後ろ襟ぐりに入れたギャザーディテールが美しいデザイン。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。はい、ちゃんゆみさんからワッフル T ならではの着心地でチクチクせず着ていて気持ちよい。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベハルさんはウルトラストレッチアクティブジョガーパンツのカラーが良いようです。詳細はこちらです。第3位はウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズ丈標準 78.5cm、 2990円。 ISKO 社の12オンスのウルトラストレッチ素材を使用。東京都の女性からストレッチが効いていて履きやすい、縦糸のストレッチ糸を調整しウルトラストレッチジーンズ史上最高の伸縮性を達成。神奈川県の女性から
走ってもしゃがんでも OK。 子供と公園に最適。腰位置高めのハイライズから膝、足首まで綺麗にフィットする足長効果の期待できるテーパードシルエットにアップデート。茨城県の女性からフィット感がたまりません。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、アキさんはヒートテッククルーネックティーのカラーでモテオーラが引き出せます。イエベ、ハルさんはイエベ、アキのカラーを参考に明るめを選べば似合うと思います。詳細はこちら。アイリーはワッフルクルーネックティー長袖、価格は1290円。ワッフルの編み目を大きくし、より柔らかく気温を問わず着られる肌触りにアップデート。リラックス感のある着こなしが楽しめるシルエットにして、1枚でも映えるカジュアル T シャツに。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。ドロップショルダーで肩周りの馴染みが良く、身幅にも袖にもゆとりを持たせたシルエット。ゆるみるさんから、昨年に購入。母も気に入り今年も長袖食違いを購入。年配者でも OK。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはブラッシュドジャージーストレートパンツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。そして第1位はエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖、価格は1290円。ドライ機能や接触冷感機能を持つエアリズムを使用。東京都の男性からさらっと着れて着心地いいし、とても滑らかな風合い。兵庫県の女性からエアリズムの商品はサラサラで気持ちよくて好きです。レディース着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。胴のステッチは素材に合わせてより繊細に見える糸に変更。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅がジャストサイズくらいです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、アキさんはクレープジャージーストレートパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちら。メンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第8位は、デニムジャケット、お値段は2990円。ストレッチ性をプラス。お客様の声にお答えして、腰ポケットをプラス。鉄くんさんから、ステッチの色が生地と同系色になっているところが個人的にポイント高し、メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。ステッチやボタンのカラーもデニムと同系色にしたので、クリーンな着こなしにも合わせられる。レディース着用時の身幅はゆったりです。肩幅は大きめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ、冬さんはウルトラストレッチスキニーフィットジーンズのカラーでモテオーラが引き出せます。はい。第7位がポケモン、ニーツ、アーチスト、スウェットシャツ、長袖、お値段は1490円。ポケモン、ニーツ、アーチスト。ぽっちゃりさんから、ゆったり着たかったので XL サイズを購入。2021年で誕生25周年を迎えたポケモン。誕生以来、世界中で愛され続けているポケモンの新たな魅力を引き出すべく、アーチスト2名、山口力士、ジェームス、ジャービス氏によるポケモンコレクションが誕生。青森県の男性から、キャラクターのプリントが程よい。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。アーチストのジェームス、ジャービス氏が書き下ろしたカビゴンのグラフィックを前面に配置、サバンの袖口にもジャービス氏によるモンスターボールをプリント。じいちゃんさんから、季節感がちょっと早いのでまだ着てませんが色、大きさデザインが良いです。レディース着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ、夏さんはウルトラストレッチアクティブジョガーパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。はい。
第6位はコーデュロイトラッカージャケット。お値段は2990円。お客様の声にお応えして便利なサイドポケットをプラス。サバご飯さんから、ダークブラウンの色味が渋いです。機能感があって見た目にもぬくもりたっぷりな11メールのコーデュロイを使用。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。ストレッチ性があるので着心地が良い。埼玉県の男性から、いろいろ着回しはできそうです。レディース着用時の身幅はゆったりです。肩幅は大きめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ・ハルさんは感動パンツのカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちらです。第5位がユーティリティジャケット。デニム3990円。伝統的なハンティングジャケットをベースにしながら、今の日常生活でも使いやすいようにポケットリテールなどをアレンジ。ノブノスケさんから、上着としたラフに羽織るような使用方法を考えています。伸縮性があって通常のデニムジャケットよりも軽いデニム素材を使用しているので楽に羽織れる。ヤサンさんから、着心地がソフトでこれからの季節に良さそうです。身幅は大きめです。襟などが部分的にコーデュロイ素材を使用して、温かみとカジュアル感のあるデザインに。ユニクロさんから、メンズですがデザインが可愛いので購入。レディース着用時の身幅はゆったりです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。ブルで冬さんは、感動イージーパンツのカラーが良いようです。詳細はこちら。第4位はユーティリティジャケット。お値段は3990円。本格的なデザインながら、表地には不白見えジャージー、裏地にはストレッチ性のある素材を使い、快適な着心地を実現。こたび屋さんから、定番のデザインがいいね。伝統的なディテールにこだわったデザインと、製品洗いによるパッカリングと呼ばれる味のある加工感で、より本格見えする仕上がりに。東京都の男性から、妻にブラックを勧められ購入しました。メンズ着用時の身幅は大きめです。ハンティングジャケット由来の機能的で容量があるハンドウォーマーと腰ポケットをプラス。東京都の男性から、普段使いできるおしゃれなデザインのアウターで満足です。レディース着用時の身幅はゆったりです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんは、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツのカラーが良いようです。詳細はこちらです。第3位はコーデュロイオーバーサイズワークシャツ。長袖。お値段は1990円。パターンを一から再設計して、より羽織として使いやすいシルエットにアップデート。ユニクロおじさんさんから、で、た、の上からでも、いろいろな襟付けのシャツの上から羽織っても良いですよ。アウターらしいディテールにこだわり、フラップ付きのポケットに変更。埼玉県の男性から、大きさ、質感、色合い、肌触りどれも満点でした。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。カジュアル感のある8メールの太しうねコーデュロイを使用。森大さんから、分厚くてアウターにも使えるコーデュロイシャツです。レディース着用時の身幅はゆったりです。肩幅はゆったりです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・アキさんは、ジャージーリラックスアンクルパンツのカラーが良いようです。詳細はこちらです。第2位がウルトラストレッチスキニーフィットジーンズ。ダメージ。お値段は2990円。ウルトラストレッチ素材を使用。アイアウイさんから、東方女性ですが、身長174センチあります。高いストレッチ性を生かし、足首までしっかりテーパードを効かせたスキニーフィットですっきり決まる。バックポケットは高めの位置につけ、足長効果を演出。丸持さんから、生地の厚みとストレッチ性が良く、履き心地がとても良いです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。
このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。ブルで夏さんはカシミヤクルーネックセーターのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。そして第1位はウルトラストレッチスキニーフィットジーンズ、丈標準 78.5cm、 価格は2990円。 ISKO 社とユニクロで共同開発したユニクロジーンズ史上最高のストレッチ性を持つデニムを使用。白熊さんからジャストフィット。横糸に特殊なストレッチ糸を使用し、キックバック力が高いので伸びてもよく戻り、膝抜けしにくい。うさがめさんからかなりフィットするので初めは少し小さく感じたり履きづらいと思ったが、なかなか慣れたらいい感じ。高いストレッチ性を生かし、足首までしっかりテーパードを効かせたスキニーフィットですっきり決まる。色吉さんからいつもカーゴパンツが多くストレッチの効いたパンツに憧れてた中、家族の勧めもあり購入しました。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。いえで、アキさんはヒートテッククルーネックティのカラーが良いようです。はい、コーデのアイデア集です。コーデュロイジャケット、コアスウェットパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ボアスウェットパンツと合わせたコーデ、エアリズムコットンタックパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチレギンスパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、プリーツスカートと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズ、ダメージ、丈標準 70cm、スーピマコットンのルマンスリーブシャツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、クルーネックティーと合わせたコーデ、ウェーブ、ナチュラルさん得意コーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、ヒートテックユーネックティーと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ストレッチツイルオーバーサイズシャツと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、コットンロングシャツテールティーと合わせたコーデ、ニューヨークカラーのスーピマコットンオーバーサイズティーと合わせたコーデ、レイヨンリラックスブラウス、長袖、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ブラッシュドジャージージャンパースカートと合わせたコーデ、ストレート、レーブ、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、コットンツイルフレアスカートと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ボアスウェットパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、レイヨンストライプ、リラックスブラウス、長袖、セルビッチストレートジーンズと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスウェットジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、レギュラーフィットストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、フラッフィソフトストレートパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズ、丈標準 78.5cm、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、ヒートテックユーネックティーと合わせたコーデ、濃淡コーデ、コットンリラックススキッパーシャツと合わせたコーデ、
ベイブさん得意コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、ヒートテッククルーネックティーと合わせたコーデ、濃淡コーデ、スフレヤーン V ネックショートカーディガンと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ヒートテックコットンクルーネックティーと合わせたコーデ。ベイブさん得意コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、ヒートテッククルーネックティーと合わせたコーデ、濃淡コーデ、コットンギャザーチュニックと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、3D コットンフレアスリーブセーターと合わせたコーデ。ベイブさん得意コーデ、ソフトニットパフスリーブクルーネックティーと合わせたコーデ、バッフルクルーネックティー、長袖ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ボリュームロングスカートと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、スマートスリムストレートパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ストレッチパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ワイドプリーツスカートと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、クレープジャージーテーパードパンツと合わせたコーデ、クレープジャージーテーパードパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチスウェットジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブテーパードアンクルパンツと合わせたコーデ、ストレッチフリースパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、レギュラーフィットストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ、エアリズムコットン UV カットクルーネックティー、長袖ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、プリーツスカートと合わせたコーデ、ストレート、ネイブ、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ストレッチダブルフェイスイージーテーパードパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウールブレンド、タックパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、スマートスリムストレートパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、クレープジャージーテーパードパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブテーパードアンクルパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ドレープジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、ストレッチダブルフェイスイージーテーパードパンツと合わせたコーデ、スマートスリムストレートパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチスウェットジョガーパンツと合わせたコーデ、ストレート、ネイブ、ナチュラルさん得意コーデ、スウェットアンクルパンツと合わせたコーデ、クレープジャージーテーパードパンツと合わせたコーデ、ベルビッチストレートジーンズと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、エアリズムコットンタックパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズと合わせたコーデ、濃淡コーデ、リラックステーパードアンクルジーンズと合わせたコーデ、ストレート、ネイブ、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、コットンツイルフレアスカートと合わせたコーデ、濃淡コーデ、スキニーハイライズアンクルジーンズと合わせたコーデ、ストレート、ネイブ、ナチュラルさん得意コーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ボアスウェットパンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルさん得意コーデ、レギュラーフィットストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ、スマートスリムストレートパンツと合わせたコーデ、
ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ボタンコーデ、クレープジャージーストレートパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、ウルトラストレッチレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレート、レーブ、ナチュラルサントクイコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ノータンコーデ、ウルトラストレッチハイライズレギンスパンツと合わせたコーデ、ストレート、レーブ、ナチュラルサントクイコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、コットンツイルフレアスカートと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブテーパードアンクルパンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、スリムストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルサントクイコーデ、エアリズムコットンタックパンツと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ロンドンカラーのフレアハイライズジーンズと合わせたコーデ、デニムジャケット、ウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ、ノータンコーデ、レギュラーフィットジーンズと合わせたコーデ、ベルビッチ、スリムフィットストレートジーンズと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、ストレッチセルビッチスリムフィットジーンズと合わせたコーデ、ポケモン、ミーツ、アーチスト、スウェットシャツ、長袖、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、スリムフィットジーンズと合わせたコーデ、ナチュラルサントクイコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、コーデュロイトラッカージャケット、セルビッチスリムフィットストレートジーンズと合わせたコーデ、ボタンコーデ、イージーケア2トックチノと合わせたコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、ノータンコーデ、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、ユーティリティ、ジャケット、デニム、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズと合わせたコーデ、ノータンコーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ、ニューヨークカラーのウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ、ユーティリティジャケット、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、ボタンコーデ、ウールブレンド、ワイドフィットパンツ、セットアップ可能と合わせたコーデ、ヒートテックスマートスリムフィットパンツと合わせたコーデ、感動パンツと合わせたコーデ、ベルビッチスリムフィットストレートジーンズと合わせたコーデ、感動イージーパンツと合わせたコーデ、コーデュロイオーバーサイズワークシャツ、長袖、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、ノータンコーデ、イージーケア2トックチノと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルサントクイコーデ、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズと合わせたコーデ、ノータンコーデ、スリムフィットジーンズと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルサントクイコーデ、レギュラーフィットストレートジーンズと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ、ノータンコーデ、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルサントクイコーデ、感動パンツと合わせたコーデ、ストレッチセルビッチスリムフィットジーンズと合わせたコーデ、ノータンコーデ、感動パンツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、感動パンツと合わせたコーデ、ストレート、ナチュラルサントクイコーデ、感動パンツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズダメージ、プレミアムラムクルーネックセーターと合わせたコーデ、ノータンコーデ、ヘビーフランネルオーバーサイズシャツと合わせたコーデ、レーブ、ナチュラルサントクイコーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、スーパーのナイロンスリムフィットシャツと合わせたコーデ、ノータンコーデ、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツと合わせたコーデ、レーブ、ナチュラルサントクイコーデ、カシミヤクルーネックセーターと合わせたコーデ、カシミヤタートルネックセーターと合わせたコーデ、ノータンコーデ、ブロード、レギュラーカラーシャツと合わせたコーデ、レーブ、ナチュラルサントクイコーデ、プレミアムラムクルーネックセーターと合わせたコーデ、ヒートテックコットンクルーネック T と合わせたコーデ、ノータンコーデ、エクストラファインコットンブロード、スタンドカラーシャツと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、
エクストラファインコットンブロードシャツと合わせたコーデ、ウェーブ、ナチュラルサントクイコーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、ニューヨークカラーのスーパーのナイロンスリムフィットシャツと合わせたコーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズ、丈標準 78.5cm、スーパーのナイロンシャツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、ストレッチツイルオーバーサイズシャツと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、プレミアムラムクルーネックセーターと合わせたコーデ、スーパーのナイロンシャツと合わせたコーデ、濃淡コーデ、スーピマコットン、オーバーサイズシャツと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、エクスフォードシャツと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、エクストラファインメリノクルーネックセーターと合わせたコーデ、カシミヤクルーネックセーターと合わせたコーデ、濃淡コーデ、クルーネックティーと合わせたコーデ、モノトーンコーデ、クルーネックティーと合わせたコーデ、ウェーブさん得意コーデ、カシミヤクルーネックセーターと合わせたコーデ。今日のコーデガチャです。ユニクロ GU の人気アイテムをランダムでピックアップします。はい、ユニクロレイヤーストライプリラックスブラウス長袖と GU ハイウエストテーパードパンツ Z プラス E ですね。はい、レディースのアイテム一覧1ページ目です。メンズのアイテム一覧1ページ目です。キッズのアイテム一覧1ページ目です。キッズのアイテム一覧2ページ目です。ベビーのアイテム一覧1ページ目です。ベビーのアイテム一覧2ページ目です。ベビーのアイテム一覧3ページ目です。ベビーのアイテム一覧4ページ目です。このチャンネルは毎週火曜日にユニクロ GU の値下げ情報を詳しく紹介しています。価格、サイズ感、カラー、コーデを細かく紹介する唯一のチャンネルです。水曜日頃には島村の新作情報を紹介します。島村さんの最近の新作はとてもデザイン性が高くてコスパもいいのでおすすめです。毎週金曜日にはユニクロ GU のタイムセール情報をおすすめ順にどこよりも詳しく紹介しています。チラシ商品の中で今週買うべきマストバイはどれかを解説します。そして毎週土曜日には週刊トレンドニュースを配信しています。今まさに全国のおしゃれさんたちがおすすめしているアイテムを一挙に紹介しています。見逃したくないプチプラのお得情報やトレンド情報をチャンネル登録してぜひゲットしてください。はい、そしてコメントやお便りも募集しています。まだまだ生まれたばかりのチャンネルで至らない点も多々あるかと思います。改善要望やリクエストなどぜひ教えてください。よろしくお願いします。以上、今回はユニクロの期間限定情報を紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。また見てくださいね。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。